チンザノ、またはチンザーノはイタリアの種類製造会社。ベルモットやスプマンテを製造しているが、ベルモットのチンザノが世界的に有名である。1757年にチンザーノ家が創業し、1922年に会社が設立した。1999年にカンパリグループに買収され、現在はカンパリグループの一部ランドである。ベルモットやスプマンテを製造。 販売している。日本では、チンザノといえば、社名ではなくベルモットの製品名を指すほどに、チンザノのベルモットは有名である。また、イタリアで初めて、スパークリングワインを製造した。チンザノ社は1757年、イタリアのトリノにおいて、兄ジョバンニと弟カルロの兄弟により創業された。当時は、地元産のワインやハーブ、スパイス等を用いて、 独自の製法により製造した今日ベルモットと呼ばれるフレーバードワインを販売する小さな店であった。その後、ジョバンニの息子フランセスコ・チンザノの代にチンザノのベルモットは人気を博し、1786年時の権力者サボイア家の公式な納入業者となる。1800年代初頭、フランスのシャンパーニュ地方産のスパークリングワインが世界的に注目された。 そのため、チンザノ社は、サボイア家から、シャンパンに対抗するワインの製造を頼まれる。そして1840年、チンザノ社は、今日では、スプマンテの名で知られるイタリアで、初めてのスパークリングワインを製造する。その後フランスをはじめ世界に進出したチンザノ社の、ベルモットとスプマンテは、2回の世界大戦を経た後も、愛され続けていたが、1980年代、 後半から徐々に訴求力を失っていった。しかし、1999年にカンパリングループ配下となった後、広告戦略によりブランド力を回復する。鎮座のブランドの製品ラインでは現在、クラシックベルモット、メディテレーニアンベルモット、スパークリングワインの3つのシリーズが存在する。日本においては2001年よりサントリーが輸入、販売を行っている。 伝統的な味の4種のベルモットである。地中海シチリア地方のフルーツを意識したフルーツフレーバーのベルモットシリーズである。イタリア産のブドウで作られた発泡ワインであるスプマンテのシリーズ。ありがとうございます。